ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だけど魔理沙、どうしたんだ？ここ数年で YouTuber って、爆発的に増えたわよね。ああ、そうだな。今では芸人や大物タレントなんかも、YouTube に自分のチャンネルを、持っているしな。それもそうなんだけど、最近明らかに中学生以下の子供たちが、顔出しで映っている動画もよく見かけるようになったと思うのよね。まあ、そうだろうな。何せ、今や YouTuber は、子供たちにとって大人気の職業だからな。やっぱりそうなのね。だけどな、霊夢。その背景ではいろんな問題が起きているって知ってるか？詳しくは知らないけど、想像できなくはないわね。よし、それじゃあ今日は、子供が YouTuber になることの危険性について、実際にあった事例を参考にしながらゆっくり解説していくぜ。わかったわ。皆さんもぜひ、ゆっくりしていってね。まずはじめに、霊夢、これを見てくれ。この図は？ソニー生命保険株式会社が全国の中高生を対象に行った。2021年度将来についての意識調査の中学生が対象の調査結果だ。中学生にとって、YouTuber って男女ともに人気の職業なのね。そうだな。次に、こっちは高校生が対象の調査結果だ。男子の方はトップ10にランクインしている職業があまり変わっていないわね。順位は上下している部分も多少あるけど、やっぱり YouTuber は不動の1位なのね。中高生でこの結果だからな。小学生以下の子供たちにしても、動画配信が身近にあるのが普通な現代では、彼らがこういった職業に憧れを持つのも頷けるよな。それもそうね。夢を抱くのは素晴らしいことだぜ、霊夢。確かに、ないよりはあった方がいいわね。けど、物事には常にリスクがついてくるってこともちゃんと覚えておかなくちゃな。そのリスクを軽視してしまったせいで、キッズ YouTuber 本人やその周囲の人たちが、嫌な目に遭うという問題も起こっているんだ。例えば、どんなことがあったの？そうだな。霊夢、コルバルトくんって知ってるか？コルバルトくん、なんだか RPG に出てきそうな名前ね。強そう。これがコルバルトくんだ。その辺で見かけるような子供じゃない。それに住所を公開するよって。まさか、コルバルトくんは2016年頃のキッズ YouTuber だ。彼はこの住所公開動画で、一躍有名になったんだけど、動画の中で、彼が語ったこと自体は嘘だったんだ。なんだ、嘘だったの。それじゃあ、一体何が問題だったの？動画の内容は嘘だったものの、結果的にコルバルトくんの住所は特定されてしまったんだぜ。ええ？公開しなかったのに？視聴者の中にエスパーがいたのかしら？エスパーならまだマシだったかもしれないな。当時、コルバルトくんはこの住所公開動画以外にも YouTube に、何本か動画を投稿していたらしい。そして、それらの動画に映り込んでいた、ゴミの日カレンダーや近隣スーパーの情報から、一部の視聴者が彼の住所を特定するに至ったみたいだぜ。そんな何気ないところから個人情報が特定されてしまう世の中なのね。恐ろしい。ちなみに、コルバルトくんは問題の住所公開動画の後に、こんな動画を投稿した。なんというか、冷たいかもしれないけど自業自得といえば自業自得よね。まあな。とはいえ、このコルバルトくんの一件は、他の YouTuber たちにとって、個人情報の管理を見直すいい機会になったでしょうね。それがそうとも言い切れないんだぜ。どうして？コルバルトくんの YouTube アカウントは、もう削除されているにもかかわらず、なんと、彼の名前を勝手に襲名した小中学生が現れたんだ。ええ？そして、それぞれが2代目3代目として1代目と同じように、住所を特定されてしまったんだぜ。歴史は繰り返すのね。そういうことだな。誰かが発端となって何かが起こるとそれを面白がって真似する輩が必ず出てくるんだ。それがまだ物事の線引きを知らなかったり、善悪の判断が曖昧だったりする子供たちだと、なおさら軽い気持ちで問題の種をまいてしまうのね。そうだな。だから、保護者をはじめとした周囲の大人たちは YouTube のような SNS に、触れる子供たちを注意深く見守る必要があるってことだぜ。楽しむのは悪いことじゃないけど、何においても安全であることが一番大切よね。さて、コルバルトくんはキッズ YouTuber を、語る上では外せない存在だけど、キッズ YouTuber について考えるとき、実は彼らの親に問題の目が向けられることも、少なからずあるんだぜ。そもそも親の危機管理能力が低かったら子供は何が大丈夫で何が危ないのかが、わからないものね。そういうことだ。
YouTube やその他 SNS との付き合い方に気をつけなければいけないのは、子供も親も同じだな。けど、次に紹介する事例はなんというか、親の人間性を疑ってしまうような話だ。何があったの？その前に、霊夢、タコは好きか？また唐突な質問ね。まあ、別に嫌いじゃないわ。ちょっと噛み切りにくいけど歯ごたえがあって美味しいと思うし。そう、タコは噛み切りにくいんだ。なぜなら、タコの体はほとんど筋肉でできているから。そんな、大人でも噛み切りにくいと思うタコを、小さな子供が丸々一匹食す場面なんて、想像できるか？そんなことしたら喉を詰まらせちゃうじゃない。とっても危ないわ。そう思うだろ？でも実は、これは韓国で実際にあった話なんだぜ。な、なんてこと。2019年に韓国で起こった騒ぎなんだけど、この騒ぎの発端となったのが、一つの YouTube 動画だったんだ。その動画のワンシーンがこれだ。キャー？なんて大きさのタコなの。こんなの目の前に丸ごと出されただけで、おじけづいちゃうわよ。この動画に出演している少女たちは双子で、韓国では有名な大人気キッズ YouTuber だ。当時、この子たちは6歳、体重はそれぞれ約15キロだったそうだ。そして、このタコはなんと約10キロほどの重さだったと言われている。見るからに大きいものね、このタコ。こうやって、目の前に出されて驚いたり、興味深そうにしていたりする様子を、撮影するだけに止めておけば、この動画はきっとそこまで騒がれなかっただろうな。けど、撮影者である父親は、動画の中でこの子たちにこのタコをそのまま、食べさせてしまったんだ。その時の様子がこれだ。いやー、よりにもよって手掴みでなんて。この動画を見た視聴者からは、たくさんの非難の声が寄せられたみたいだぜ。大人でもこんなに大きなタコを丸ごと食べるのは大変なのに、それをまだ未発達の幼い少女たちに、やらせるなんて児童虐待だってな。それに、同じ年代の子供を持つ親からは、うちの子が真似したがったら、と思うと怖い、という意見も寄せられたそうだ。そりゃあそうなるわよね。この動画はすでに削除されてしまっていて、もう見ることはできないんだけど、この問題が起こった後、撮影者である父親は謝罪文を公表したらしい。それによると、何でももらい物のタコを物珍しく思った子供たちが、自分たちから食べたいと言ったから切らずに与えたが、撮影後はしっかり切って、家族全員で食べたそうだ。そういう問題じゃない気がする。まあな。いくら子供が自分から言い出したことだとしても、親には子供の安全を守る義務があるからな。この問題は幸いにも大きな事故には、繋がらなかったけど、一歩間違えていたら、命に関わっていたかもしれない。そう考えるとますます怖いわね。親としての責任をしっかり自覚した上で、YouTuber 活動と子供の身の安全は、切り離して考えることが大切ね。その通りだな。確かに、今の事例に関しては親の倫理観を疑ってしまいたくなるような話だったわ。でも、マリサ。同じように親が撮影者として子供に、YouTuber 活動をさせている場合でも、中には見ていて幸せな気分になれる動画も、あると思わない？小さい子供が無邪気に遊んでいる様子を撮影した動画とかは、とっても癒されると思うんだけど。まあ確かに。全部が全部、悪いコンテンツとも言えないよな。それに、生まれたばかりの子供が成長していく過程を撮影しているチャンネルは、まるで自分がその子の親になったような気持ちになれるし。うんうん、わかるぜ。けどな、霊夢。世の中には、そういう親に対して何も知らない子供をネットに晒すなんて、子供のプライバシーを侵害していると考える人もいるんだ。ああ、なるほど。確かに一理あると思うわ。自分の知らないところで自分の情報が公になっているのって、冷静に考えるとだいぶ怖いことよね。親子であっても、一歩間違えたら被写体の了承がない時点で肖像権の侵害になるからな。これは YouTube に限った話じゃない。実際にアメリカでは、女優として活躍しているグウィネス・パルトローさん。この人だ。グイネスさんが自分の SNS に娘さんの写真を投稿したことで、娘さん本人から、抗議のコメントを受け取った、ということがあった。娘さんには娘さんの意思があるものね。それをないがしろにするのは考えものかもしれないわ。
それに、親が自分の子供をまるで動画の素材であるかのように使ってしまうと、そのうち何かあった時に、親への批判がその子供への批判につながってしまう、ということも起こってしまうんだぜ。問題の原因は親なのに？そうだ。例えば、これは割と最近アメリカであった事例なんだけどな。シングルマザー YouTuber として注目を集めていたジョーダン・シャイアンさん、という人が、動画内で息子さんに対して、演技をするよう指示していた様子が、全世界に流れてしまったんだ。え？ジョーダンさん、その場面をカットしなかったの？編集ミスだったみたいだな。ちなみに、これがその動画のワンシーンだ。二人ともなんだか悲しそうね。飼っているワンちゃんがなかなか危ない感染症にかかってしまったみたいで、これはその報告動画だったらしいぜ。問題はメインの内容が終わった後だ。サムネイル用の写真を撮ろうとしたジョーダンさんが、息子さんに対して、もっと悲しそうにしてとか、こんなポーズを撮ってと指示を出していたんだ。見たくなかった舞台裏ね。ああ、まさにな。この動画がきっかけで、ジョーダンさん自身に非難が殺到したことはもちろん、なんと息子さんにも嫌がらせのメッセージが、少なからず届いてしまったみたいなんだ。中にはなかなか過激なものもあったらしい。息子さん、完全にとばっちりじゃない。そうだよな。この騒動の後、自分の過ちを認めたジョーダンさんはすぐに謝罪動画を投稿して、間もなく YouTube チャンネルと、その他の SNS アカウントを削除したそうだ。息子さんにまで非難の目が向けられてしまったことで、彼の心と体の健康が、脅かされるかもしれないと危惧したみたいだな。その点は息子さんのことを第一に考えて行動を起こしてくれたのね。ただ、問題が起こってしまう前にそこに目を向けて欲しかったわね。同感だぜ。まあこんな感じでキッズ YouTuber に限らず、子供が、不特定多数の目に触れるということがいかに危険なのか、このジョーダンさんの一件が教えてくれるな。ジョーダンさん、これからは特に気をつけて息子さんを守ってほしいわね。さて、霊夢、これまで少し長めに親の責任問題について話をしてきたけど、最後はコルバルト君の話のように、キッズ YouTuber 本人が火種となってしまった問題について改めて解説するぜ。わかったわ。最後に紹介する事例は、ちょくちょく話題になるユタボン君についてだ。ユタボン君、名前は聞いたことがあるわ。彼がユタボン君だ。なんだかすごく意志の強そうな目をしているわね。実際に彼の意志はすごく強いぜ。少年革命家を自称しているくらいだからな。革命家。それで、その少年革命家、ユタボン君がどうかしたの？彼は学校に行っていないことを公表しているキッズ YouTuber なんだけど、自身の YouTube チャンネルで不登校は、不幸じゃないということを発信し続けているんだ。そんなユタボン君に去年の初めあたり、彼女ができたらしい。まあ、それはおめでたいわね。いい話じゃない。彼女ができたこと自体は喜ばしいことだよな。彼もちゃんと人間関係を学んでいっているってことだろうし。だけどな、ユタボン君。その彼女を動画内で公開してしまったんだ。まさか、顔出し？そのまさかだぜ。まあでも、彼女自身もしっかりカメラに向き合っていたみたいだから、きっと合意の上での撮影だったのかもしれないけどな。ちなみに、これがその動画のワンシーンだ。ういういしい雰囲気が伝わってくるわね。これがプライベートホームビデオなら、微笑ましい思い出の一部でしかないよな。けど、ユタボン君がこの動画を YouTube に投稿したことで、彼に対してさすがに彼女に顔出しさせるのはどうなのか、という批判が相次いだんだ。自分のことならまだ自己責任で済ませられるかもしれない。でももし彼女の身に何かあったら、未成年のユタボン君には責任が取れないから。確かにこれは結構問題よね。たとえ彼女が顔出しに合意していたとしても、彼女自身も未成年だ。問題が起こった時に自分では責任を取れないよな。まあ、この動画を投稿した数週間後には二人は破局したらしいんだけどな。はや。子供の恋愛にも色々あるってことだな。とにかく、善悪の判断が曖昧だったり、物事の線引きがまだしっかりできない子供が、YouTube や SNS で活動すると、自分では意図していなくても周囲の誰かを危険に巻き込んでしまう可能性もある。この件に関してはそれを危惧した視聴者が多かったから、これだけ騒がれたんだろうな。大人も子供も、自分の好きな人や大切な人は自慢したくなるものだけど、それが原因で問題に発展しないように気をつけないといけないわね。と
ということで、今回はキッズ YouTuber の、そばに潜む危険性について解説したぜ。子供の夢は全力で応援してあげたいものだけど、その夢を叶える上で伴ってくるリスクは、常に頭に入れておかないといけない、ということね。そうだな。キッズ YouTuber 本人も、その親も、しっかりと自分たちの活動を、俯瞰してみることは大切だ。特に親はできる限り子供の活動をそばで客観的に見守って、常に安全には、配慮してほしいものだな。我が子可愛さだけで盲目的になったらいけないわね。私たちも気をつけような、霊夢。そうね、マリサ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。